清宮に。熟女親衛隊結成へ。千葉、鎌ヶ谷の母たちが、恋の番人役に名乗り、ドラフト会議で、1位指名。7球団競合の末、抽選で日本ハムが、交渉権を獲得した、清宮幸太郎内野手、18早実、が8日、千葉、鎌ヶ谷市の、球団2軍、施設を見学した。話題の、怪物スラッガーの訪問に色めき、立ったのは、日本ハムファンの、熟年女性たちで、栗山監督の、恋愛禁止令、に呼応して、私たちが責任持って、清宮君を見守ります。いきなり恋の、番人役として、熟女親衛隊、が結成ムードだ。かわいそう。浮気持ち悪。ガチでキモい。入団拒否あるで。大谷ロスから来る。清宮への重すぎる愛情。愛が重い。ガチで気持ち悪い。反動がすごそう。熟女親衛隊。筆頭栗山英樹。これ性別逆だったら、海外の団体とかに、叩かれまくってそう。面談なしで指名して、さらにこれとか、やりたい放題やな。浮気っつ、ガチかよ。嘘記事で、会ってほしかった。ええ。清宮は、アイドルか、何か。恐ろしい。清宮包囲網。やんけ。親父ほんまピタッと、おとなしくなったな。第二の中田を、防ぐな采配。控えめに言って、気持ち悪い。ついにハンカチに、飽きたんか、今彼女いたら、どうするんや、別れさせるんか。そらそうよ、かわいそう。大谷と違って、清宮に若い女の子からの、人気はなさそうやが、早実の女子高生親衛隊が、おるって記事に、書いてあるんだよな。しかしなんで清宮君は、彼女なしって、風潮なんだろ。親がむちゃくちゃ、厳しいとか、それにしたってね。顔でしょ。高1の時には、女子高生親衛隊も、清宮親衛隊、といえば高校時代、早実1年の夏には、すでに結成されており、女の子には意外と人気。この前も清宮が、学校の廊下を歩いてると、後ろから女子が、20人くらいついてきた、という証言があった。清宮は早実の、女子高生に追い回されて、るんだよな。あれだけのがたいと、スポーツの実績で、モテないわけないよな。意外と、って書いてる。時点でそういうことやろ。親がそこらの、ボンクラなら、モテてねえわ。新聞記者って、お前らと同じく、自分を棚にあげて、美男美女しか、認めないじゃん。実績あって、体格もいいし、普通にかっこいいやろ。清宮は割と、おばさんから、好かれそうだし、ハムババア、斎藤。ハムで。よかったな。いろいろな面で。心から思うで。なんで遊んでる。同世代は決めも。振らず努力し続けて。やっとプロになれたのに。しょっぱな。ババアに囲まれて。暮らさないと。あかんねん。
前世で何したら、そうなるんや。早稲田は、ゆるいぞ。普通に高校生してれば、男女ツーショットの、瞬間なんて、いくらでもあるだろ。これで騒いでるやつ、男子校出身の童貞か。わい驚愕やが、そんなこと、一度もなかったわ。こいつらが清宮に、流れるだけという、使命感に燃える、おばさんの集団、とか世界一しつこそう。熟女親衛隊とかいう、臭そうなワード。というかこれ、大谷の時みたいに、ソーセージ、加えさせる入団、また見れるん、じゃねえか。これみたいな。栗山の目。これきつい。大谷って、イケメンだよな。ハムって商品と、監督の融合性やばい。人権団体は、何も、言わなくて、ええんか。ええんやで。何なんこの球団。